田みのりです。さて、本日はですね、こちら人生劇場、というちょっと変わったお名前の店舗さんに来ておりますけれども、ティコナさん系列と、なっておりますので、本日はこちらの店舗さんで頑張っていきたいと思います。さあ、無茶ぶりですね、前回はマイナスだったんだっけプラスだったんだっけマイナスだったんだっけプラスだったんだっけなんかマイナスだった気がします。忘れてるってことはマイナスだったんだと思います、ただまだプラス収支の方はギリギリ保っているのかな。はい、セカンドシーズンは、とりあえず今のところ、トータルプラスで頑張ってきているので、今日もいろんな無茶ぶりに耐えつつ頑張っていきたいと思います。早速サイコロの方を振っていきます。はい、お願いします。いきます。えい、おっ、マジかあれ4番ってついに来ちゃいましたね。スマホの履歴か、履歴公開、投資2万円以上いったらということみたいなので、まあ2万円超えなきゃいいんですよね。2万円超える、2万円以上、2万1000円、どっちですか。2万以内使い切ったら、じゃあ2万円目はセーフ、まだギリギリセーフということで。まあでも投資2万いくかな。いや、いくな普通に、全然負けれますね。でも行かないときは行かないし、まあ6号機打っとけばなんとかなるかもしれない、なんとかならないかもしれない。ただちょっと予測変、予測変化じゃないや、履歴って見たことないんですよ自分で。見方わかんないし、なんか全然携帯をまず使いこなせてない人間なんで、どのなんか履歴が残ってるのかわかんないんで、マジ怖いっすということで、まあ、携帯を見せることなく、進むように頑張っていきたいと思います。7番です。めっちゃ早い、逆に早すぎて困る。はい、お願いします。ただ今日打ちたいの決まってたんですよ、タイ魔導学園打ちたかったんですよ。ちょうどアニスロ専門店だし、わかんない、7番でなんであいつここ来たんだろうって思われるかもしれないけど、打ちたい台を打ちます。はい、ということでまずサイコロを振る前にですね、すでに台の方は確保していたんですけど、タイ魔導学園35試験招待、最近好きで打ってます。2万円以内でなんとか吹かせましょう。頼りにしてるのよ。はい、というかいよいよ無茶振りじゃなくて本当に罰ゲームになってきましたね。予測変換は1回食らったことあるんですよ、罰ゲーム。でもなんか大したの出てこなくてつまんなかった気がします。確か結構携帯で原稿書いちゃう時もあるんで、そういうのが出てくるだけで、なんか原稿で使うようなやつが。お、これは行きましたね。はいはい、基本対応薬を引いたらテンションアップってなるんですけど、1万薬でも一応、抽選されてまして、うさぎちゃんが引っかかってくれました。で基本的にこの32ゲーム以内にまた引けばまたリセットされて32になって、どんどん増えていって重ねれば重ねるほど熱いっていう感じです。まあ、1つだけの点灯じゃ、まあ、まず難しいと思うんで、何個か重ねて点灯させてチャンスゾーンに持っていくのが最初の目的になりますね。お、キャラ役です。キョーベルでウサギちゃんつきます。お、いいね。お、スカか、スカ、はい、重なりました。もう一個ぐらいは欲しいかな。一個復元するか。はい、始めるわよ。なかなかやったよ。ダメ、やっぱ最新。頼む、これは
れた。まだあんまりベルが引けてないせいか早い、お金の減りが早い。もう6000円、2万使ってプラスにしてもダメなんですか。あ、そうなんですね。そうなんですね。でもなんかすぐなんか守りに、まあ、ここからどう守るんだって話ですけど、さすがに当てるまでは頑張りたいし、こういう時にボーナスタイプ言ってもどうせ当てられないのが私なんで、全然引けないのよ、レア役が。まずいな。何がまずいって、天井まで。お、待ってくださいよ。いいね、いいね。今日ベル1個つきました。よし、お願い。あー、スイカであれ。いや違う、まあいいか。まあまあまあ、ここが32にまたなります。お、何引いた。あ、マリちゃんってことはチャンス目来た。いいよ、あともうスイカ引いちゃえばハッピーカウントダウンいけます。全長ステージです。お、お願い、一番役でもいいから。おい、お、でも赤い。まあチャンスゾーンはゲットしたのか、もしかして。他のものを無理と。もうあと5ゲーム、ちょっとなんか、はあ、消えたよ。全員のテンションがだだ下がりだよ。やっちゃってるな。もうこれで1万円です。いや、うんうんじゃないですよ。うんうんじゃないですよと。天井行っても結局チャンスゾーンに入るだけですからね。なんか力めば力むほどレア役が引けない気がする。もう一段階いけば。あー、これだと。お、遅刻やった。まさかの、391ゲームまで来ちゃってますけど、ヒールショートフリーズヒールロックから、ショータイム、チャンスゾーンですね、突入しました。1万1000円もかかった。どうしよう。当てます。なかなか1段階目だけで揃うことはない気がするんですけど。さてさて、で、まあ、チャンスゾーンなんですけど、まあ、イメージ的には黄門茶碗のラブラブお銀デートみたいな感じだと思ってくれればいいです。誰がいいかな。マリちゃんが一番タイプなんだけど、はい、2人だけの秘密だからね。はい、よし、いきます。お、早速これ狙えでね。今キュンとしちゃった。ハート真ん中で結構ドキドキ上がります。楽しそうなのがいっぱいあるね。あ、よし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 、降ってきたんだよ。降ってきたんだよ。弱いけど曲がんないよりはいい。一緒に来てくれてありがとね。うん、降ってきたんだよ。早役とか引けるとなおよし。誰にでも難しいんだから。おい、これ全然ダメそうだな。褒めても何も出ないよ。おーおーおお。どうも二人だけだからテンパるな。全然上がんないじゃん。青。おこいつは激しく厳しいと思います。なんか変なこと考えてる。ダメだなと考えてる。本気なの。
だと基本ダメだと思っていいと思います。はあ、一瞬で終わった。私の1万1000円がひどいな。すごい。あ、ボードとかもあったのかな、もしかして。29ゲーム、です。次こそチャンスゾーンクリアしてみせます。35ドキドキ。ボタンがちっちゃいからな、ダメなんですよね。はい、ショータイム入ります。146ゲームです。もう5000円しか残ってないんで、とりあえずラッシュ入れます。今2個ついてるんで、ギリギリでラッシュ入れられるチャンスはある。行かないで。あ、赤、待って、待てハートトラック高確率入りました。そう、あとでもまだあるよ、7枚と20枚ぐらいあるんで、そのうちにハート揃いさせれば。ふう、よし、こいこい、もう一段階。頼みます。うん、狙いなさい。あと7枚。下1枚があるけどちょっと拾いにくい場所にあるのでやめておきます。なんだ、せっかくめっちゃチャンスなのにな。2万円使い切ってしまいました。いや、今すごいいいところなんですよ。なんでこんな時にね。あの、大したことないんじゃないかな、わかんないけど。闇いや、ちょっと待ってください。いや、私そんなクロマ術とか調べてないですよ。はいはい、あ、なるほど。はい、どう思います？私に聞くんですか、それ。どういうこと？え、いや、どう思いますかと私が聞かれましても、いや、ぬるいっすねとか、なんかもうド M じゃないですか、めちゃめちゃ大丈夫だよな。え、ちょっと分かんないですよね分からないんですよ、自分が何調べてるのかもあんま覚えてないし。一個一個見てくんですか、やだ恥ずかしいなんかあんまりプライベート見せないタイプなんですよ、私。なんでどこまで踏み込まれるかによりますけど、はい、じゃあプラスにします、うん、プラスにすれば OK。 何よりこの汚い携帯を見せるのが嫌なんで閉じますね、もう。はいはい、頑張ります。とりあえずあれ今どうにかしないと。はい、
じゃあ、ちょっとルールを甘くしていただきましてありがとうございます。ありがとうございます、うん、はい、なので3枚目入ります。結局私がお金を使うことには変わりないんですけどね。まあ、今ハートドロー降格中なんで、ここでとりあえず揃えよう、揃えてチャンスゾーン入れよう。はい、うさぎさん、はい、あ、終わる、終わない、よし、お、いいよいいよ、二人、あ、これはもう揃いますやん。はい、この瞬間にエロスを感じる。はい、265ゲームですね。結構ハマっちゃってるけど、ショータイムです。誰だったらいいんだ、うさぎさん。他の人には内緒ですわよ。はい、もう全然ダメそうな気がする。差し上げますわよ。はい、青です。いやー、どうしたんですか。難しすぎるよ。困らせちゃった。え、ここで？おお、揃った。さて、もう一発ショータイム、三ゲーム四ゲームぐらいですね。ショータイム。何ですって？私のこと。弱いんだよな。でしょう。あれ、ふざけるな。おう、逆転です。66ゲームですね。捨てられる。そろそろ告白を成功させたいです。どうしたって当たらないですね。違うけど、まあいいけど。がこうなってくれれば。お、何引いた、何引いた、ワチェリーコ。何これ、同じ確率なんだから。いや違うって。なんで、すごくないですか。めちゃめちゃ連続でレアよく引くけど、チャンス目だけ引かない。何よこれ。あと1個だったけどな、難しい、これが。どうも素直になれない性格でな。この瞬間にエロスを感じるわよ。224ゲームです。ショータイム、今総投資2万7000円なんで。5ゲームですね、はい、よし、本気出しますか。誰にでも優しいんだから。そうですね、33ゲーム、次が10回目の告白になります。どうしたって青いままなんですよ。なんでなんでなの。
て、それでフリーズを1回聞きたいんですよ。なのでもうちょっと待ってください。